ナンバー y ナイロンジャパングローブル l i s s u 04で世界初登場小坊10ループ魅力を解き明かすワース。日本の音楽シーンにおいて新たなスターが登場しました。3人組グループ No.I. が n イ l o n Japan Global i s s u 04の W カバーに選ばれ、その魅力を世界中に発信しました。本記事ではこの特別な出来事に焦点を当て、グループのメンバー、 平野紫耀、神宮寺勇太、うじ太によるインタビューを通じて、その魅力を解き明かしていきます。ナイロンジャパングローブルイシュー04のカバーストーリー。ナイロンジャパングローブルイシュー04は、グループナンバー I による特別な W カバーを特集しています。この号のテーマは、アクスチャンギングラブレターズ、ラブレターの文通。 メンバーたちが表現するのは明るい未来とエネルギッシュなクリエイティビティです。カバーストーリーはナンバー・アイから読者へのフォトレターとして構成され、彼らの個性が凝縮されたアート作品が注目を浴びました。その一方、ガイズカバーストーリーはメンバーを明日へと踏み出すための光のような存在と捉え、彼らの儚く美しいビジュアルで読者の心を捉えました。 ラブピースかつ柔らかな上緒的世界を繰り広げ、ナンバー・アイの魅力を紹介しました。キーワードとメッセージ。この特集のキーワードは、ガーデンではしゃぐ3人が作るトーテムポール、各メンバーが送る、の3者さん様の表現、メンバーを代表して読者のラブレターを受け取る平野仕様です。 ナンバー・アイはファッション、音楽、そして愛に満ちた表現を通じて新たなエネルギーをもたらす存在として紹介されています。ナイロン・ジャパングローブル・イシュー04は合計36ページにわたり、1万字以上にわたるナンバー・アイのロングインタビューも掲載されています。 これを通じて3人の魅力が最大限に描かれており、読者は彼らの素顔に迫る貴重な機会を得ています。グローバルな視点。ナイロンジャパングローブルイシュー04はグローバルな視点からの特集としても注目に値します。全ページがバイリンガル仕様、日本語と英語となっており、海外でも販売が予定されています。これに加えて海外版ナイロン。 雑誌および Web でもナンバー i の特集が展開される予定です。この特集を通じてナンバー i の国際的な影響力が拡大し、彼らの音楽とメッセージがさらに多くの人々に届けられることでしょう。アーティストたちとの共演。ナイロンジャパングローブルイシュー04にはナンバー i の他にも世界的なアーティストたちが登場します。 ナイロンフランスからはラッパー、ハイパーポップシンガーシャイジラル、ナイロンマニラコーオをエレクトロポップミュージシャンス製のインタビュー好きエディトリアルが掲載されており、音楽カルチャーメディア、ビーニル、ニッシュバイアン、ナルからも次世代を担う海外アーティストたちが紹介されて、この特集は国際的なアートと音楽シーンに焦点を当て、多様な才能とクリエイティビティを紹介します。 ナイロンジャパングローブルイシュー04の特集は、ナンバー・アイを世界に発信する重要なイベントであり、グループの魅力を余すことなく伝えています。メンバーたちの個性やクリエイティビティが、バイリンガルなコンセプチュアルな構成を通じて紹介され、読者に新たな視点とエネルギーを提供しています。この特集は、 ナンバーアイが国内外で注目を集め、音楽とアートの世界で一石を投じる存在としての地位を確立する一助となることでしょう。